はい、皆さんおはようございます。キクチャンネルのキクちゃんです。今日はね、3月20日春分の日ということでね、不動産業はね、予定がパンパンですよ。予約でいっぱいですね。僕もね、ご多分に漏れず今日3件予定があります。今から契約に向かうところなんですけど、まあね、祭日こんな天気のいい日ですね。家族のために過ごせないのはね、ちょっと残念だなと思うんですけど、僕にはね、一つの考え方がありましてね、優先順位っていうのがあるんです。で、ね、この考え方はね、僕が尊敬する方がいつも話してくれてることなんですけど、私はその人が言うにはね、私は家族が1番やと、仕事は2番が3番ですって言うんですね。その人は大変成功されてる方でしてね、僕すごく尊敬してる方の一人なんですけど、その考え方素晴らしいなと思いましてね、私にとっては家族が1番ですと。ただ仕事をしないと当然養っていくこともできないですし、生活もできないので、仕事を1番にする時もあると。このスタンスが一番今まででしっくりきてるんですっていうことを言ってたんですね。僕ね、その考え方すごいなと思ってね、目から鱗が落ちまくったんですよ。うわ、そういうことかと思ってね、僕それからその人の考え方をね、真似るようになりました。それまでの僕はね、仕事が優先、家族の予定とか家族のことは二の次三の次っていう風に なってました。どうしてもね、予定があってもね、仕事が入ったらそっちが家族の予定をキャンセルして仕事の方を優先してました。でもね、やっぱりね、それだとね、バランスが悪いんですよ。家族からも不満が出ますしね、どこに連れて行ってあげることもできない。家族の行事ごと、大事な行事ごとをね、どうしても仕事の方優先で塗りつぶさないといけないんでね、そのあたり不満が出てました。あったと思いますよ。でもね、僕その方に出会ってね、優先事項の一番は家族との行事に変えたんです。まあ例えばでしたらね、この間の土曜日のね、子供の卒園式、卒園式も含めて、入学式とかね、運動会とかね、そういった子供の行事にはね、僕はおかげさんでね、この仕事をさせてもらってて、そっち側を優先にしてます。仕事よりも当然そっちを優先にしてますね。まあでもね、たまにはね、どうしても外せない行事事っていうのが重なってくることもありますんで、その時は仕事を優先にする場合もあります。でも基本は家族を優先にしてます。この考え方になってからね、すごくね、家族がまとまるようになりました。まあね、子供からしたら一生に一回しかない卒園式ね、パパが来てくれたかパパが来ないかっていうところでね、随分差が当然出てきます。当然ね、仕事優先にされてる方それでいいんですよ。別にこの考え方がね、正しいっていうわけじゃないんですけど、以前の僕は仕事を優先にしてました。そのために家族のことをやっぱりね、二の次三の次にしてしまった自分がいます。でもその時のバランス感覚とね、今とだったらですね、今の自分の先ほどの考え方、家族が一番、でも仕事が家族を優先にするためにですね、仕事が一番になる時もあるっていう感じのね、このちょっと遊びがある感じね、この考え方でね、行くようになってね、随分バランスが取れたと思います。これ同じような意味で聞こえてる人もいると思うんですけど、全然違うんですよ、僕からするとね。家族を持って、家庭を持って、会社を持ってっていう風になればね、言ってる意味がちょっとでも伝わるんじゃないかなと思います。あくまでも私は家族が一番、でも家族を一番にするために仕事が一番になる時もあるとこの考え方でね、随分救われてますんでね、はい、次の予定が
場所がね見えてきました。今からね契約です。この春で一番大きな契約になると思います。バシッとね決めていきたいなと思いますんでね。はい、今日はこんなところで短いですけどね、以上です。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、キクチャンネルのキクちゃんです。今契約が終わりました。無事ね完了しました。で、結構大きな契約だったんです。契約がね一つ終わるたびにね、僕はねあるしてることが一つありましてね、それはね契約してもらった担当の人と最後お茶を飲みに行くっていうのをよくやるんですよ。まあお客さん当然ね帰ってもらった後にするんですけど、そこでのね反省点とかね、今後もうちょっとこうやっていこうっていうのをね協力してもらった営業マンさんとかね、取引先の方たちとお茶を飲みに行くっていうのをね、まあ時間があれば必ず入れるようにしてます。それがねまた次の仕事につながったりっていうのがね往々にしてあるんですよ。で当然そこで反省点を踏まえて次に生かしていくんですけど、それプラスねやってるのが契約してもらった方に対するお礼と言いますかね、フォローをねきっちりこの後も入れるんですけど、結局ねそういったことができるかできないかっていうところがね仕事に大きな差が出てきます。お互いね気持ちよく契約をするためにね必ず必要な儀式と言ってしまうとね儀礼っぽく聞こえるんですけど、自分の中でね一つの区切りとしてねやってます。今日がね連休最後の日なんですけど、これから今からもね次の予定がちょっとあと2件残ってますんでね、これを片付けて帰るのがそうやな、夜になっちゃうでしょうね。3月なんでね不動産業者にはね3月は休めない、なかなか休むのが難しいんですけど、こんな中でもね自分の体のメンテナンスというのをねちょっとやっていきたいなと思いますんで、次の予定まであと1時間ありますんでね、ちょっとどっかで走り込みたいなと思いますよ。走ってね体調を整えてね次に準備すると、常にね一郎もそうだと思うんですね。一郎はねバットとかねユニフォームとかバットとかグローブとかの手入れを怠らないってよく聞く話だと思うんですけど、次に備えて準備するっていうことですよね。彼のね何やったかな、彼の紹介記事で書いてましたよ。僕がねこうやってバットを磨いたりとかグローブを手入れしたりするのは、次に備える準備のためもある。人によってはねそんなことせずに休めばいいじゃないか、それに対する時間はねそのプロに任せてっていう意見があると。で私自身それが正しいと思う、今やってることが正しいかどうかっていうのは正直わからないって言ってました。ただ次に備えてする準備、その心づもりっていうんですかね、そういったものがやっぱり日々のプレーに変わってくるんだと信じて行っていますっていうことを言ってました。まあ一郎が言うたらねそうなんだろうと誰も否定することできないんですけど、とにかく準備は怠らないっていうことですよね。当然ね明日は明日で予定があります。明日のために今できることをねあらかじめ準備しておくということで、打ち合わせ人に会うっていうことですね、結局僕からすると。
を積み重ねていきたいなと思って、今日は音声の収録これで終わりたいと思います。ありがとうございました。